一部地域で違法に配信された映像についてシンラカンパニーのルーファウス社長が声明を発表いたしました。映像の人物が語った内容に関しては事実無根であり、マコール内の映像については捏造であるということです。また人物が何者で運体暫定選手なる組織が実在するのか否かも現在よいしょ。お前ひどいぞ、僕は。あれやなぁ。臨時ニュースをお伝えします。よ客待ちか。いや、お前らを待ってたんだ。ちょっから確認したいことがあったな。もう直し。あんたの母親は、イファルなんてなるよな。そうだったらその通りなんだろう。俺の思った通りだぜ。いや、のろし上げて正解だったわ。で、どうしてる、元気か。もう、いないの。俺はパイロットになりたくて信頼に潜り込んでよ。でも最初は技術屋のおっさんたちのパシリよ。ビルを運営してメンテナンスで駆けずり回ってた。その時に偶然ちっこい女の子を連れたあの人と出会ってよ。あの時の子あんただよな、多分。あんたくるっくらいで、で、俺はこんなもんか。そっか、もういないか。そっかそっか。そっか。なあ、あんた。エアリス。エアリスよ。俺にできることなんかねえか。力になりたいんだ。哎，我们到游乐园。那我下过火了，难得来一次。今まで通り飛んでくれたら十分。じゃあゴールドソーサーまで乗せてくれ。力になりたいってんならただよ。ちゃんと払います。いや、俺のおごりだ。そんじゃ飛び立つ準備ができたら声をかけな。可以飞了，没什么好准备的。お、行けっか。Yes。哎，靠边安住。お、行けっか。さあ乗った乗った。へえ、うん、あ、増えたか。干根来了。お前たちの敵はセフィロスだとか。セフィロスとは逆らぬ因縁がある。私も行く。ああ、どうすんだ、俺が蹴落としてやろうか。俺たちの邪魔をしたら切る。ほな、どうぞ。全員乗せて飛べそう？波のパイロットじゃ無理だろうな。安心しろ、俺様は特上だからよ。
んのこと、もっと聞きたいな。おう、でも青臭くてよ、甘酸っぱい話だ。今は話せねえな。てめえの話じゃねえよ。根本不用自己飞啊，他自己只会搞，而且我根本不知道路线，好奇啊。嗨，伊凡娜是哪的？病気か？元々弱っていたの。そして私逃がそうとして頑張りすぎた。きっとそういうこと。そうか。じゃあ本望だ。そうかな。そう思って元気に生きろい。それが何よりの親孝行だ。そうする。そういやラジオで聞いたぜ、部隊が動き出したんだろ。また戦争だな。ミッドガルがぶっ壊れたってのに神羅もたまるねえだろうな。自業自得。でも戦争は怖いな。うん、悲しいこといっぱい起こる。戦争とセフィロスは似てるね。皆さん、もし本当に戦争ってことになったら移動が規制されてまいりますからね。行きたいとこがあるんやったら今のうちに行っといた方がいいかもですね。わ、何しよう。何だ。ねえシド、これって何だ。ね、俺様に任せてドーンと構えてろ。え、今是两改呢，两改拢歹啊呢。心配すんなって。整備オラ様、操縦オラ様、なん完璧だ。ドーンと構えてろ。这还能飞吗？干，倒飞。喂，エンジンが寝ちまったぞ。うっせえな。ドーンと構えてろって。高度が下がってます。不多钱的啊。啊，我们是降在哪里啊？我们叫 cheese。よっしゃ、これでいけんだろう。はい、可以飞よ。なんか猛ね。へへへ、旦那まんや。でも、翼が折れてる。お、言ってなかったか。俺は陸海空の三階すべてを制した男。对，这招变成。シノハイウィンド様だ。覚えとけ。どうする気だ。今から俺様のことは船長と呼んでくれ。大船に乗った気でドーンと構えたろ。ドーン。ドーン。じゃあ行っか。ホレルの山を抜けてコスタデルソルの海。そっから先は行くのですな。よし、決まり。さっさと海まで行こうぜ。船長、コスタデルソル。お願いします。アイサー、全速前進。あ、我要自己拍哦。放心。今のうちにキーストーンの話を。あいな。20年ほど前の話なんですが、とある鉄道好き社員が会社を説得して、
ホープの館という博物館を建てたんです。記録によると、そこにキーストーンが保管されとったみたいですね。ゴールドソーサーにあるんじゃないの？まあまあ、最後まで聞いてください。ホープの館が、それはもうとんでもなく古いって、すぐに閉館になってしまって、で、その閉館のどさくさに紛れて、キーストーンが消えたっちゅうわけですよ。やっぱりないんじゃん。手がかりはないのか。元館長に聞けば、なんか知ってるかもしれません。いや。お、やけに詳しいな、兄ちゃん。シャレキは。そこそこ。館長からの声で、これでも回復パワーや。ビオハンがゴールドセンサーを企画して、延長まで上り詰めるプロカツオ駅。これは、死んだドリームの一つですわ。おい、シド、あんたもシンラの関係者だったんだ。今でもそうだぜ。うまく使えば便利な会社だ。気に入らねえな。俺たちは反シンラの旗を掲げているんだ。それを言うなら俺は反権力や。誰だろうと上から何か言ってくるやつが大っ嫌いだよ。だから俺は空の上が好きなんだ。上には誰もいねえからな。等一下、あ、我们这样子。お？せいぜい下から叫んでろって聞こえねえぞ。ってな。飛びてえな。看你怎么走反呢？你不会干？可以开船用走。达尼伯港路。牛走过头了，在另外一边。路是对的，港口另外一边呀，到喽。この度はブロンコ海運をご利用いただき誠にありがとうございました。とあれ、会社の名前変わったね。もう飛べないからね。シド、こんなに付き合ってくれてありがとう。なんだなんだ。で、ゴールドソーサーに行くんだろ。俺もチクッと見学してくっかな。おわついてっていいか。もちろん。いや、リスはいつも返事がいいな。はい、よろしく。あれ、ヴィンセントはあっち。遠走一步。めんどくせえやつだ。いつぞやの誰かさんを思い出すぜ。ああ、放っておこう。俺のことか。
后面怎么有一个箱子啊？进阶版，然后，哎，もしかしてそれって、ねえクラウド、ちょっと見せて。わかるか。うん、じっちゃんに聞いたことがある。大昔世界の中心が海だった時代に海賊たちに戦争があったんだ。あ、ほら、射的ゲームのパイレーツランページ、あれの元になった物語だよ。クラウド、聞きたい？ああ、そうだな。昔話なら任せてもらおうか。まだ飛行機や列車が影も形もなく、船が世界の主役だった時代の話。とある海に魔物を船員として従える異色の海賊がいた。その海賊は壮絶な海賊戦争を勝ち抜き、海原を血で赤く染めたという。全ての海域を手中に収めた海賊はいつしか海賊王と呼ばれるようになっていた。海賊王は死の間際、自分が所有する宝の中で最も大切なものを4つに分けて封印したと言われている。秘宝の守護者である魔物と共に。この地図には海賊王が隠した秘宝の在りかが記されているようだ。そして今、秘宝の封印は解かれた。眠りから覚めた海賊王の軍勢が相手だ。秘宝を手に入れるのは容易ではないだろう。しかし、だからこそ。すっごくワクワクするよね。わ、すごい。要去找宝啊。你是有病。これはこれは、本日はどういった。ジョニー、今は町を作る。あんな立地の悪い。まさか。ただ、だから、神羅の発展。多少の件、むしろ、それにあの後。まあ。でしょ。何でも屋が来てる。おお、実は何でも屋のお嬢さんに遊びかけて安くはない。ああ、それとこれは何でも屋さんも。え？金を受け取ったのにお嬢さんに。宝贝吗？乐色那个什么钱？確かに。何でも屋さんはビーチのバーにいます。よろしくお願いしますよ。那个起的都乱搞。沙滩看那一看一下那一个，这个吗？废物吗？不打怪，然后在这边开店。
ジュノンでの失敗を踏まえて、シャイン君、安心したまえ。モンスター討伐はどうした？なに？小言言いに来たの？おばあちゃんみたいなことしないでよね。私だってちゃんと働いてました。モンスターが出現する場所は特定済み。あとは現場監督が倒すだけ。つまり俺か。そう、仕事が進んでいないのはクラウドが出勤しなかったからだよ。オペコンか。責任取ってよね。あんまり厚かましくて、さすがの私もびっくり。でもこのままじゃクラウドの名前にも傷がつく、うん、でしょというモンスターをクラウドは、はい、餌ができたら遊泳地になってる海岸に行ってみて。はあ、仕方がない。餌を作るにゴスタでは餌の材料多中的药巴洛克哇靠北恶区海盗衣那可以干嘛哦、oh. yeah, yeah. 好，然后这里还有两个要打，嗯，禁止游泳路。没有，我们现在大概厘清了，先来这吧。离奇的万能弓。手分けしてリオを探す。了解。行く。那我们要怎么找？重点是。クラウドさん、古代種の神殿の実は、いや。なんだ。そんなとこに皆さんを連れて気にするな。それはそうなん。まずはキーストーンだ。リオを探そう。リオ園長吗？よし。绿色的是啥？管先上去看看。カップルの皆様。哎。クラ、みんな。
ません。戦争なんて戦場に立つまで。ねえ、ん、私戦って、でもどんなに手を広く、お前、そうですな、届く。俺たちはもう強くなったし、だからまだ途中だ。うん、ディオ早く。ああ、届かんわ。ゴンドラの旅に出る準備は整いましたか？ポイントで恋人へのプレゼントを購入されてみてはいかがでしょう。本人未満。ゴンドラに乗って素敵な思い出を作ってくださいね。あ、じゃあ可以搭吗？谢谢。申し訳ございません。ゴンドラはチケットをお持ちの方のみのご乗車となります。やっぱりマジかでファンシー、ふんわりおいしい。カップルの皆様、スペシャルマッチのチケットが残り少なくなっております。明日ゴンドラの旅に出る準備は整いましたか？大切な人との思い出。やっぱりカップル。但我没票。不是嘉宾吗？皆様、スペシャルマッチのチケットが残り少なくなっております。明日バトルスクエアで開催される特別な最終行き先を教えてほしいってぞ。ゴミゴミか。ご利用ありがとう。ポン、デュオはいない。新しいアトラクションを建設中。これ人生どう？金尖角。迪欧在哪？ご利用ありがとう。变身仪器哦，多了一万。挑战一下，我打个一场。Yeah.
ほほう。有过了。